ハンスン巡法は1883年10月30日に創刊された朝鮮で最初の近代的新聞。政府の機関である博文局が発行した。1886年1月25日に創刊されたハンスン州法はハンスン巡法の後継史にあたる。創刊発行の協力者は金玉金。10日に一度発行され。 すべて漢文で書かれていた。記事の内容は漢法、国内司法、各国禁止、指示か求む法などだった。1392年を起源とする朝鮮開国年号を使っていた。1884年12月に更新政変で白文局が焼けて、ハンスン順法は廃刊となった。全36号が発行された。発行は、 政府の機関である、白文局。白文の意味は大朝鮮国民に広く、文学的に読み書きが広がるように、さらに白学的に知識が身につくように、願いを込めた意味がある。日本国の初代内閣総理大臣、伊藤博文の白文とは、無関係であり関係ない。百八十二年十月、神語辞編後に締結された住裏条約の公式なとして、 僕へいたかしらが訪日した。僕へいたかしら一行は外務卿井上薫に朝鮮の借款や訪日費用等について相談する一方で朝鮮改革を唱えていた福沢諭吉とも会見。福沢が朝鮮の独立と啓蒙のために教育と新聞の発刊を提案。僕も借款の一部を啓蒙や教育に利用することに同意した。これにより、 新聞が発刊されることになり、後に、著始め室ら数十名も、慶応義塾と、士官学校へ留学する運びとなった。発刊準備に手を貸した福沢は、新聞編集者として、牛場拓造、高橋正信、印刷校の三輪の広志造、真田健造等を紹介し、牛場らが雇い入れられた。帰国した僕は1883年1月に、 ハン半ンバインに任命されると新聞発行のための行動をはじめ、1883年2月には朝鮮国王から新聞発行の許可が下りた。しかし1883年4月、北英以降は朝鮮保守派からの反発からハン半ンバインから解任され、新聞も政治改良を訴える計画だったことで新聞発行計画は一時頓挫し、雇用されていた。 日本人印刷校と途中から新聞発行計画に参加していた福沢文科の井上角五郎以外の日本人は全員日本へ帰国することとなった。朝鮮に残った井上は僕へ以降の副官として訪日したことのある金クレホの紹介により金飲食と知り合い飲食は貧し一族とつながりのある保守派でありながら開花派に近い思想も持っていたため 井上は飲食に新聞発行のための圧旋を願い、飲食の求めに応じて計画案を作成していった。当初はハングルも使用する予定であったが、漢文を進化きとする保守勢力への妥協から漢文を使用することとなった。1883年8月には日本から印刷機と新聞用紙を購入して、近代的印刷設備を整えた。 白文局が設置されることになり、ここに井上は翻訳、編集の実務責任者として、三輪、真田が印刷工として採用され、1883年10月30日、白文局からハンスン巡法第1号が発行されるに至った。新聞発行計画の実務は、日本の留学から帰国したゆきちふが担当した。福沢ゆきは新聞に、 温門仕様を望んでいたことから、自ら平野富士の築地活版書に、文門活字を注文し、準備をしていたが、新聞が漢文となったことから、それが使用されることはなかった。しかし福沢が、この際に作ったハングル活字は、ハンスン順法の後継である初のハングル仕様の、新聞である、ハンスン修法で使用されることになる。ありがとうございます。